こんにちは、プラチナキャリアの吉中です。こんにちは、デザイナーの高です。というわけで、はい、美大に行ったこともない大手デザイン事務所にも入ってない、でも月収100万円の売れっ子デザイナーの高さんに、今回はフリーランスにのいいところ、悪いところ、あとフリーランスに向いてる人向いてない人について話してもらおうと思います。それで今回もよろしくお願いします、お願いします。プラキャリ、とりあえず早速ちょっとお話を伺いたいんですけども、そもそもだからフリーになったきっかけとかってあったんですか？もともとはなんか会社勤めで、そのデザイン職じゃないにしても、その会社の中でこのデザインの仕事みたいなのをやってたっていうようなお話だったんですけども、なんかフリーになったきっかけとかっていうのはあったんですか？いや、これね、ぶっちゃけ言うとあんまないです。ってかないですね。フリーになった理由はない。はい。でもなんかしないとやっぱ人はそうサラリーマンで居続けるんじゃないですか？そうですかね。いや、でもなんかよく聞かれる機会は多いんですよ。なんか何をきっかけにとか、こうなんかこう目標があってとか、なんかまあいろいろ聞かれることあるんですけど、結構聞かれるたびに考えてもあんまないんですよね。じゃあ、なんとなく、なんとなく、なんとなくってことは、逆に言うとなんかそれが普通、必然ぐらいの感覚もあったそうですね。そういうもんぐらい。なるほど。もうなんかフリーでやろうかなみたいな感じですね。まあ、あと、今ちょっとおっしゃってましたけど、あくまでそのフリーランスになる、独立するっていうのは、この動画でも再三言ってますけど、あくまで目的ではなく手段なので、手段にはこだわらなくていいかなっていうのは、そうなんです、そうなんです。なんか僕も実際、もしあれだったら戻ってきていいよとか、なんかそういうこともあったりとかしますし、別になんかずっとフリー選んだからずっとフリーでいきますっていう人も全然ないと思います。そうですね。だからダメだったらまた違う会社に入るなり戻るなりするっていう方法があると思うんで、そこにはこだわらなくていいと思います。本当に。とはいえですよ。はい。今、何年目ですか、フリーになって。ちょうど2年ぐらいですかね。ちょうど2年ぐらいっていう。とはいえ、2年間フリーランスでやってるわけじゃないですか。はい。ってことは、フリーランスが、多分きっと、相性が良かったり、いいことがあるから、フリーランスを続けてるんだと思うんですよね。はい。なんか、フリーランスの良さってどういうところがありました？なんかやってみて思ったのは、会社にいた時よりも、いろんな人とこう、出会って、いろんなこう仕事の機会をいただけるようになったっていうのが一番メリットかなとは思いますね。こう仕事の幅が広がったって感じですかね。そうですね。前だったらこう結構教育系だったりとか、こういろんなちょっと限られた分野にのデザインとかが多かったんですけど、要は勤めてる会社の範囲の、業界の範囲の仕事しかなかったんですけど、今だとそれこそこうなんかちょっとこうなんていうんですかね、なんていうんだ、B2B というか、こういう工業製品扱うようなところだったりとか、建築とか全然関係なかった、はい、あとなんか噂で聞いたのがドイツの方と仕事されてるって聞いた。そうなんですよ。ドイツでこう塾やられてる方とかのデザインとかもやらせていただいたりとか、あと他にもちょっと変わった例だと、スペインの方でこうゲームのメディアのサイトを作りたいっていうので、いろいろこう一緒にやらせてもらったりとか。それはどっから仕事が来るんですか、そんなどっからその仕事が来るんですか。それリンクドインって分かりますか。そういうサイトがあるんですか。はい、リンクドインっていうのがあるんですけど、アメリカ発の、SNS っていうんですかね、ビジネス寄りの SNS で、Facebook よりもよりこうビジネスに寄った感じのものなんですね。でそこにこう自分のできるスキルとか、ポートフォリオ載せたりとかしておる、していったら、連絡がある日やってすごい。はい。なるほど。じゃあその打ち合わせとかっていうのは、やっぱ、だからいわゆるこう、ズームとかでやるんですか？その時はもう結構前の話だったんで、去年とかの話なんですけど、実際に会って、向こうはスペインの方だったんですけど、ちょっと英語でこう、東京にいてっていう感じで。ドイツの方はもうズームで。ズームで。はい。オンライン会議をミーティングしながら仕事進めていく。っていう感じですね。どうですか、憧れじゃないですか。これどうしてもこう、会社にいながらだと打ち合わせの時間とかも時差とか、いろいろあったりするので、やっぱりこう、その自由な時間でこう自分でアレンジできるっていうのが、フリーになった、もう一つのこう、醍醐味というか。自分の時間をコントロールできる。そうですね。それはいいところの。はい。もう一つかなっていう。そうです、そうです。僕も行ってみたいですね。ドイツの人と仕事してるよって。フレーズかっこいいですよね。フレーズがね。だからフレーズに騙されちゃいけないですから。はい。本質ですから大丈夫です。そうです、そうです。何がですか、ね、気をつけてください。はい、すみません、失礼しました。プラキャリ。
他になんかいいことがありました。まあ、そんな感じですかね。まあ、今あのまとめると、ね、その、まあ、仕事の幅、まあ、そのそれまでだと想像しなかったような人たちと仕事させてもらって、うん、まあ、その自分のデザイナーとしてのスキルって言っていいんですかね、はい、まあ、幅も広がったっていうのと、あとまあ時間を好きにコントロールできる、うん、これ逆に言うと終わりないじゃないですか、好きにコントロールできるって、はい、そこでなんかどうやってコントロールしてるんですか。例えばその仕事、例えば普通の会社だったら9時5時とか、はいはい、もうフリーランスの場合って何時でもスタート何時でも終わるじゃないですか、はい、そこでどうやってコントロールしてるんですか。ああ、いや正直コントロールするっていう感じはあんまりなくて、なんとなく始めてなんとなく始めてなんとなく終わるっていうでもこう、まあ、いわゆる納期とかってあるじゃないですか、はいはい、まあ、この仕事1ヶ月ぐらいに終わらせてねみたいな時に、はい、なんとなく始めてたらなんか、ね、あの夏休みの子供じゃないですけどあと3日しかないみたいに なっちゃうじゃないですか、はい、それはどうしてるんですか。一応あの納期は意識してます、ちゃんとそれは守るようにしていて、1日こんぐらいはやろうみたいな、1日こんぐらいずつちょっとやっていこうだったりとか、あとはもう内容によってはある程度経験があるので、まあ、これくらいの時間で終わるだろうなっていう、まあ、見積もりはできるんです、ね、なので頭の中で計算できてるわけですね、はい、なのであの昔のあの何ですかね、あのマリオカートみたいにこう、あ、F0 でしたっけ、はい、F0 ってこうなんか乗るとすごくビューンっていくところあるじゃないですか、あんな感じです。だから F0 伝わるかな、わかりますよ、わかります。ターボモードみたいなものを時々こう使い分けて、あの納期は必ず守るっていうのはやってますね。納期はやっぱ厳守、はい、そうですね。今一瞬プロの顔になりました、ね、ありがとうございますそか、じゃあ時間管理に関してはそこまで意識は、そうですね、なんかもう、まあ、ちょっと結果できちゃってるって、結果できちゃってる、まあ、結局なんか僕の中ではもうこれ自身が別に仕事、まあ、仕事ではあるんですけど楽しいことの一つなので、うん、別にその仕事で依頼がない時間でも自分で何かこう物作ってたりとかしているので、うん、あんまりなんかそこは意識してないですね。なんか一つそう聞きたかったのが、まあ、その、はい、基本在宅で仕事をされることが多いと思うんですけど、はい、なんかこの在宅ワークで、うん、在宅ワーク、まあ、はい、在宅ワークでその一番その集中力を切らすのがなんかその通知の音とか、あ、スマホの音とか、はいはい、また誰かに話しかけるみたいなっていうのを聞いたことあるんですけど、はい、そこら辺でどうコントロールしてるんですか。通知は切るんですか。通知は、切ること多いです。というのもその僕が高さんに連絡するときに、うん、あんまりその即列を求めてないというか多分2、3日帰ってこないだろうなみたいな感じで2、3日以内に帰ってこなかったらもう一回送ろうかなみたいなメンタリティであるんですけど、だから多分仕事モードの時は多分切ってるんですよね、はい、切ってるし、まあ、見てるけど、まあ、この件は今考えたくないなっていうので、そうです、後回しにしてる。そうです。別に僕はそういうもんだと思ってるし、申し訳ない。いや違う違う、僕はそのクリエイティブなことをやるときは、ね、あの後回しにしちゃうこともあるんで、そこら辺はまあ意識的に。そうです、あの皆さんも多分実際やられたら分かると思うんですけど、やっぱゾーンっていうか集中してるタイムがあるんですよ、うん、でその時にいろんなこうノイズって言ったら失礼なんですけど、今の自分のそのクリエイティブな作業に必要ない情報はインプットしちゃうとそっちに絶対寄っちゃったりとか、うん、少しでもこう神経がいっちゃうので、うん、そこはこうなんか Mac とかだとね、あのオフできます、うん、ですね、できたりとかするんで、うん、なんかそういうのを使われたりとか。そうですね、僕は本当通知はよく切っといた方がいいかなと。本当に本当に。まあでも即レス大事っていう人もいますけどね。ああ、いますね。そう、難しいですよ、そこのバランスがね。でもそう、確かに10秒考えればできることをちょっと面倒くさがったりすることもあるじゃないですか。はい、で2、3日後に、あ、10秒で返しておけばよかったみたいな。とりあえず返しておけばよかったみたいな。一言でいいからみたいな。今更なんて言おうみたいな、まあ、案件もあったりするんですけど、まあ、そこは。ちょっとね、自分のこうパーソナリティーを考えて、そこで、ね、うんうん、まあ、大事にする人には返した方がいいのかもしれないですけど、うん、まあ、自分のキャラクターとしてあんまり早く返す人じゃないぐらいの印象をつけてもいいのかもしれないですね、もしかしたら、うん、まあ、それなりにこう、いいものね、まあ、それもブランディングだと思って、そうですね、そう、ちょっとまあ即レスは来ないけど、まあ、いいもの作るし、はい、とかね、いうところから、そうです重要ですね。重要はオフにするということで、はいはい、じゃあ、逆にそのデザイナー、まあ、そのフリーランスとしてしんどいなと思うと、はいはい、時とかあります。ちょっと今いいことを話に落ち着いたんで。そうですね、うん、まあやっぱりあのちょっと意外かなって思われるかもしれないんですけど、ロゴのデザインだったりとか、あとはサイトのデザインとかしてるときは毎回苦しいです。海の苦しみってやつですね。海の苦しみですね、本当に。どうしてかっていうと、そのやっぱりそのお客さんの期待っていうのが常にあるわけですよ。こう何週間とか待ってもらって、
で向こうはすごく信頼してくださって依頼してくださるので、それをこう裏切ったらどうしようっていう不安もありますし、あとはいいアイデアが出なかったらどうしようとか、まあ、いろんなこう相手の意図が本当に汲み取れてるんだろう、どうなんだろうみたいな、そういうものもありながらなので本当に苦しいです。まあ、正解がないっちゃ正解がない。そうなんです、正解がないので、でもそれ結局もういつもなんかこうデザインとかロゴのデザインとかしてて、もうこれもうやりたくないなって、もう絶対やりたくないなと思って、でお客さんにこう見せるとすごくこう想像以上にすごい良かったですとか、これ見た他のメンバーがみんなすごいやる気になりましたとかって言われると、もう一気にそういうのが忘れちゃうみたいな感じで、またもう一回やろうみたいなすいません、なるほどね、はい。まあ、じゃあ確かに毎回実は苦しいと、まあ、苦しいです。まあ、それフリーランス関係なく苦しいのかもしれないですね、うんうん、ただそのやっぱ喜んでくれるクライアントの顔がちょっともう鼻で笑っちゃいそうですけど、ちょっと痒くなってきましたね。ちょっと痒くなって、はい、体中がちょっとね痒くなりますけど、まあ、そういう人たち、まあ、そういう人たち、まあ、喜んでくれる、まあ、それでもそうですよね。まあ、やっぱり目の前で喜んでくれる人がいたら、うんうん、まあ、ちょっと次もまあちょっと大変だったけど頑張ろうかなっていう気持ちになるっていうことですよね。そうですそうです。プレキャリ。まあそのフリーランスでもう一つ特徴的なのが、はい、まあ、自分で仕事を取ってくるっていうのもあると思うんですよね。はい、ただその逆に言うと仕事がまあふと降ってくることもあると思うんですよ。はいはいはい、でこれがなんかサラリーマンデザイナーだったら、まあ、全部受けるしかないじゃないですか。うんうん、まあ、基本的に断れないと思うんですけど、ただフリーランスの場合はその断ることもできますよね。はい、まあ、高さんぐらい売れっ子になるとか。恐縮です。でその受ける受けない仕事、受ける受けないってどうやってこう区別してるんですか。はい、正直金額はあんま重視してないです。あんまりとか多少はしてる。多少は。まあそうね。5万円の仕事と500万円の仕事、500万円の仕事があるか分かんないですけど。そうですね。まあ違いますよね。ちょっとそこはまあそこまですごく重要視はしてなくて、単純にその依頼をしてくださった方の、まあ、人柄って言ったらあれですけど、そういうところが重要かなっていう。人柄。はい。相性。相性。この人と一緒にやったら楽しいだろうなと。それはなんか向こうがなんかそのポジティブだとか、あ、まあそういうのもありますけど、あとその会話のテンポ、まあ、会話のテンポだったりとか、あとその自分が言ってることが伝わる、そうですね、それが重要かなと思いますね。なるほど、はい、たまになんかこう会話が噛み合わない人とかいるじゃないですか、そういう人はちょっとこう大変そうだなっていうのはあります。要はなんかその自分のそのクリエイティブなところ以外の苦労が増えちゃうってことですよね。そうなんですよ。じゃあそういう人はちょっと断りなんて、それどうやって分かるんですか。それってメールのやり取りですか。メールというかそのチャットというか。あ、でも結構話したら分かるんだ。話す、その直接ミーティングしたら、そのちょっと打ち合わせしてたりとか、なんかその会話のなんか流れだったりとかリアクションとかで雰囲気掴んでるっていう感じですかね。そうそう、これはなんかその仕事関係なく、例えば友達と飲みに行くとか、そういうところで全般で言えると思うんですよね。だから初めて会った人に、だこの人どんな人だろうって絶対思うじゃないですか。その時になんか、あ、合う、合わない、合わないとか、なんかまあ、相性いいな、悪いなとか、まあ、ちょっと好きだな、嫌いだなっていうのは誰しもあるとは思うんですけど、まあ、そういうぐらいの感じで、そうですね、まあ、仕事してて問題ないかなっていうのを見てるってことですよね。そうです。なるほどね。ちなみに、だから割合的には何ぐらいで断ってるんですか。5回に1回断ってるのか、まあ、10回に1回ぐらいか。そんな断ることないです。でもほぼない。ほぼないです。20回に1回、10回に1回、10回に1回ぐらいですかね。はい、まあまあ妥当な数字だと思います。あんまりないですよ。まあ、じゃあそういう、まあまあ、必ずしも全部受けてるわけではないよと。そうです。でも最初の頃は全部受けてました。そうですね。スタートの時は。はい、偉くなりましたね。あ、違う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 。最初はもう経験を、勉強、勉強と思って。そうですね。そうですね。はい。まあ、ただ、なんか幸いにして、なんだろう、まあ、そこまで頑張らなくて、そこまで頑張らないっていうとちょっとよくないな。幸いにして、まあ、ある何個か1個は断ってもいい、ちょっと苦手なとかやりたくない仕事は断ることを、そうですね、まあ、できるようになったよっていうことですよね。はいはい、まあ、かといって おごってるわけではないと。ではないです。ということは声を大にして、はい、で相性の問題だと。お互い気持ちよく仕事できるっていうのを、まあ、追求するっていうのは、まあ、受ける側の責任でもあると思うんですよね。受けたけどちょっとストレスでなんかいいアウトプット出せないっても、それが一番良くないことですよね。そうなんですよ。結局お互い時間も無駄にしちゃうし ね、お金とか。お金と時間もね、無駄にしないための判断ということで。偉くなったとか言ってすみませんでした。いやいやいや。プレキャリ。
じゃあちょっとここから、まあその、はい、この見てる方が一番興味あるところだと思うんですけど、うんうん、そのフリーランスに向いてる人向いてない人っていうのはなんかこうやってみてどうですか、まあ、両方経験した身としては。うん、まあ向いてる人っていうのはどっちかっていうと、まあ、自分でこう何かこう判断が迫られるような時とかに決断して、まあ、自己決定っていうんですか、うん、もう こっちで行くとか、まあ、仕事を受ける受けないもそうですし、うん、何時から働くとか、まあ、なんかいろいろあると思うんですけど、うん、そういうのを自分でこう決めていける人っていうのが向いてるかなと思いますね。なるほど、うん、ちょっとまあ今聞いてて思ったのは、はい、まあ、その判断、まあ、イエスのをちゃんと言える判断ができるっていうのにプラスして、はい、あとその責任を負えるかっていうところですよね、うんうん、そうですそうです万が一にも納期遅れちゃった時に、うん、責任者としてそうだからまあ謝るなら謝るみたいなね大体案出すな大体案出すな大体案出すそうそうそういうことですそういうことです今まで結局ね会社とかだったら会社っていう、まあ、より偉い人がね偉い人が上の人が責任取ると思うんですけど、うん、もう自分が看板なの で自分が責任者そうなんですよですよねじゃあ自己決定して、また要はあれですよ自由と責任ってやつですよね。そうなんです。その自由を享受するための責任を負える人っていう言い方もできますし、うん、その責任、まあ、持ってでも自由が欲しい人っていう言い方もできてるとは思うんですけど、うんうん、そうですそうです。そこら辺がちゃんとできる人、うん、だったら大丈夫だと思います。もう何が何でも必ずやり遂げるみたいなっていうのもありますし、例えば僕がその今迷ってる人で、はいはい、分かんないじゃないですか。自己決定自分ができてるかどうか責任、うん取れてるかどうかってなんかまあ普段生活したらそんなに迫られないじゃないですか、はいはい、どうやって判断したらいいと思いますか。例えばなんかこうなんか定食屋入った時にすぐメニュー選べるかみたいな、はい、自己決定早いね君みたいな僕は生姜焼きですみたいなそういう意味では僕全然できないできないできないタイプ結構悩んじゃう。じゃあそこは関係ないですね。そこは、ま、メニューをすぐ決めれるかどうか関係ないです、ね、はないかな。何すかね、なんだろう、仕事をしていると、今までの自分でやったことない分野だったりとか、今の自分のレベルではちょっとできないような、ちょっとだけこうさらに一歩上に上がらないとできないような依頼とかもあったりするんですよ。そういう時に正直先見通せないじゃないですか本当にまあできるかどうかもできるかどうかわからない。でもお客さんが信頼してくれてるしっていうところで、あの多分これも必ず受けたからにはやりきれるっていうなんか覚悟なのかな。責任と覚悟ね。うん、責任感覚悟胆力ですよね。はい、胆力、肝と書いて胆力、うん、胆力がない人はまあやめといた方がいいかなっていうのはありますね。フリーランスって手段じゃないですか。うんうん、別に、まあ、副業から始めてみてもいいと思うんですよ。うんうん、で副業も、まあ、その会社に勤めながらフリーランスをやるっていうのが副業だと思うんで、うんうん、僕も一応フリーランスじゃないですか。はい、食いぶちは、まあ、こっちから稼いでる。はいはい、なのでそこでやってみて分かると思うんですよ。うん、まあ、ちゃんとなんか自分責任感持って納期までに商品出せてるなとか、うんうん、あのなんかこうメールのやり取り苦じゃないなとか、うんうん、ちゃんと自分で判断できてるなっていうのを、まあ、ここで見ればいいと思うんで、その体力があるかどうかっていうのはここで測れると思うんですよ、うんうん、副業しながら、うん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 、そこで見てみるのがいいんじゃないかなというふうには思います。うんうんうん、というわけでですね、今回はフリーランスのいいとこ悪いとこ、あとはフリーランスに向いてる人向いてない人のご紹介でした。うん、これ見てフリーランスいいな、俺自分は向いてるなと思った方はそうフリーランスやってみたらいいと思いますし、その悪いところちょっと気になるなみたいな時間割りないのみたいなね、ちょっと自分なんか向いてないなって思う人はそうですね、あの、まあ、なんか副業でやったりとか、うん、どっかに所属するっていうのを目指しながらやっていくといいんじゃないかなと思います。うんうん、でその、まあ、フリーランスじゃなくてその所属しながらそのデザイナーになるっていう動画はあの別の動画で紹介していますんで、ぜひそちらをご紹介、はい、ご参照ください。はい、見てみてください。今回もありがとうございました。ありがとうございます。プレキャリ。